はい、どうも、伊藤秀人です。前回の動画でですね、ちょっとね、こちらのカードケースについてチラッと触れたんで、今回はね、まあ、いろんな、私のお財布の歴史というか、まあ、おすすめのお財布というか、てか、新しい財布買ったんで、まあ、その紹介もね、していきたいと思います。はい。まずはですね、この私のこのお財布歴っていうか、まあ、それを紹介していきたいと思うんですけど、最近でね、まあ一番長く使っていたお財布がこちらですね。この前は、薄い財布あるじゃないですか、油って。それを使っておりました。で、まあもう小銭も使わねえしなっていうことで、まあこちらのね、ストラスの、スマートマネークリップというものを使っておりました。こちらはですね、まあ問題があったから新しいこのカードケースを買ったまでなんですけど、まあこのように、お財布じゃない、お札を入れて、で、こっち側は、カードをね、このように入れますと。で、このお財布の問題点は、2つありまして、1つ目はですね、まあ、このようにね、カードを入れたら落ちないんですよね。これ、どうやって止まっているかというと、まあ、ここで押さえて止まっているんですけど、テーパー状になっております。先細っておりますね。なので、カードがですね、このようにですね、湾曲していってしまうんですね。湾曲している。これね、やっぱ良くないなと思いまして。はい。で、2点目はですね、最大ね、ここに5枚入るんですけど、まあ、こうやって重ねて入れるわけですね。ですので、やっぱね、どうしてもこのように、こう横にね、傷が入っちゃうんですね、どのカードも。まあこれもね、やっぱカードって人前に出すもんじゃないですか。やっぱこういうとこ汚いとさ、なんかだらしねえなっていう印象を与えてしまうので、ああ、良くないなと思って、まあ、改善案としてね、まあこちらのカードケースを買ったんですよね。はい。そしたら、このカードケースも問題がありました。はい。で、ちなみにこちらのカードケースも、ストラスのマネークリップと一緒で、Amazon で購入することができるんですけど、こちらはね、1500円ぐらい。で、ストラスはね、こっちはね、3000円ぐらいだったかな。はい。で、ステンレスでできておりまして、中はこのようにね、鏡面仕上げになっているんですけど、こちらの問題点はですね、ここに、バリが立ってます。はい。もうこうやって触ればわかる。もうバリが立ってる。で、まあ自分でね、加工っつっても難しいと思うし、結局、自分でやったがためにさらにバリが立つとか、ね、こういうとこはアールメントリーしないと本当はね、良くないと思うんですけど、まあ実際ね、これ、カード入れというより、名刺入れで売ってたんですよね。まあなんで、まあ使用用途が違うっちゃ違うんですけど、まあこうやってカード入れるじゃないですか。で、こう取り出すときに、ここに当たりますと。カードがここに当たりますと。ということは、カード券面に傷がついてしまいますね。それがね、嫌じゃないですか。なんで、あ、もうこれ使えねえと思って、買って1週間ぐらいで、まあ、使わなくなりましたね。まあ、こちらはこちらで、保険証とよく使う病院の診察券とか入れて保管しておこうかなと思っております。はい。ということでですね、まあ結局こうなりますよねっていうお財布を買ったんですね。はい。まあそれがこちら、ノマドというメーカーのお財布でございます。はい。本革でできておりまして、値段はですね、税込み1万1千で送料はかかりません。概要欄に貼っておきますけれども、で、まあ、寸法とかはね、もう概要欄見てください。はい。で、まあ、質感としましては、なんかすごいスベスベしていて、ちょっと、私、硬いんです。別にそんな詳しいわけじゃないんで、あれですけど、まあ、1万円で、まあ、ね、満足できるような質感じゃないですかね。はい。で、こちらのコバはですね、コバの高級感はそんなないですね。なんかツヤツヤしているわけでもないし、
そんな高級感はないですけど、まあ1万円ですからね。まあいいんじゃないでしょうか。で、全部で、10枚入る設計らしいですね。多分2、2、2、4だと思いますね。はい。で、ここは、このようにね、ここは縫われておりませんので、ね、こう大きくクパーってすることができます。はい。で、中はね、こう、モフモフした素材なんで、カード自体に傷をつけることは少ないと思われます。ということでですね、ちょっとこの中にカードを入れてみましょうか。はい。じゃあ、まあ、適当に入れますけど、まあ私が普段持ち歩くカードといったら、まあカード2枚と、デビットカードと、まあ身分証、まあマイナンバーカードなんですけど、マイナンバーカードと、あとは、脱毛のね、診察券ですね。医療脱毛クリニックの診察券。はい。なので、全部で5枚入っております。この中に5枚入っておりますね。SPGMX と三井住友カード。あと、デビットカード。で、中に2枚入っております。で、やっぱ、お札を1枚ぐらい忍び込ませておきたいので、まあ、このようにクッパーして、あんま、やっぱカード入ってるとあんまクッパーしないですけど、まあ、多少はね、このようにクッパーしてくれるので、まあ、簡単に入れることはできますという感じですね。はい。まあ、こんな感じ。で、厚みはこんな感じ。もう全然ね、スマートですね。もうなんだかんだね、私、もう、このように小銭を持たないような設計の、お財布をね、もう何でも使っておりますが、全然困ったことはないっすね。もう、現金使わないじゃないですか、今の時代。てか、もはや現金で支払いしている人ってちょっとやばくねって思うぐらいなんですけど、損。なんか、もう現金で払うことが損だと思ってるから。うん。まあ、現金しか、でしか、今まで決済したことがない人は、まあ、いち早くね、こういうカードにしね、した方がいいと思います。で、ね、こういうカードにすれば、こうやってスマートなお財布を持つことができるし、もう財布自体も安いですからね。はい。こういうのを、ね、こういうキャッシュレス生活っていうのね、した方がいいと思います。で、まあ、このカード、何、マネークリップの前は、アブラサスの、薄い財布を使っておりましたね。あれちょっと小銭が入って、まあカード3枚ぐらい入ってるの。あとお札っていう感じですけどね。で、まあそれ使って、これ使って、まあこれ使って、まあこれっていうことなんですけど、まあこれもだいぶ長く使うんじゃないですかね。うん、これで十分ですからね。はい。ということでですね、まあ一応概要欄にね、まあこれも、これも、まあこれも貼っておきますので、まあよかったらね、買ってみてください。はい。まあ、どれでもいいですけど、まあ私はもうこれをメインに使っていくつもりなので、まあ、ね、今日届いたもんで、その ずっとね、使ってるわけじゃないもんで、大したレビューすることはできないんですけど、まあ、気が向いたらね、買ってみてください。悪くはないですね、そんな。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。